磯部温泉は、群馬県安中市にある温泉。温泉記号の発祥の地として知られている。駅前が温泉街である。薄井川に架か,かる愛西橋、高専橋からは、妙義山を展望できる。高専橋近くには、足湯がある。愛西橋の磯部駅側に、市営の日帰り入浴施設、恵の湯があり、温泉の他に砂塩風呂も、この施設の名物となっている。 1661年、土地の境界をめぐる訴訟があり、この時に江戸幕府から出た判決文の地図に温泉記号が存在した。2008年現在、これよりも古い使用例が見つかっていないことから、温泉記号発祥の地とされる。1783年の浅間山の大噴火で、湯量が増したと言われる。温泉記号発祥の地ではあるが、源泉温度は時代を経るに従って、 低くなっていき、旧来、沸かして使われていた。ただし、後に掘られた、新源泉はこれよりも温度が高い。明治の児童文学者、岩谷さざなみは、下切りすずめの伝説が伝わるという磯辺を訪れ、下切りすずめの昔話を書き上げた。おとんぎ話自体は各地に昔からあるものの、岩谷さざなみが児童文学として、現代に残したことにより、 磯部温泉は下切れ鈴芽伝説発祥の地とされている。なお、絶切れ鈴芽のお宿ホテル、磯部ガーデンには、岩やさざ波がその時読んだく、竹の春、鈴道を振るお宿からのく日がある。井上薫は、外務大臣時代、磯部温泉を第一の西洋地としており、群馬県知事、佐藤与蔵のあっせんで、1886年に、当地に別邸を建設した。 同廷は、末松県庁の監督で作られた、濃った衣装の別荘で、後に、おきつの井上別邸に移築され、本館として使用された。磯部温泉公式ホームページ内アクセスも参照。磯部温泉近郊では、昭和初期から、妙義山の新起郎が目撃されている。AB 第五節建築の施行、用外、井上公電。第五巻、井上香織公電機編3回編。 ABC 絹物語、磯部温泉、高泉安永市観光協会成城州観光サイト2013年12月20日、閲覧。ありがとうございます。